はい、久々の、グロムなんですが、ですね、バッテリーの、端子が緩んでてですね、セルがちょっと回んなかったんですね。で、そのセルを回すのに、キルスイッチ、これをね、カチカチやるとかかってたんですが、これをカチカチやってもかかんなくなっちゃったんで、なんでかかんないのかなと思ったら、そのバッテリーのね、端子のプラスで締めてるこのネジが緩んでまして、で、それを外した時にですね、時計がね、リセットされちゃったんですね。なので今回の動画は、時計を、ちゃんとした時間にしようかなっていう、そういう動画です。今の時間が、はい、5時17時03分43分という言葉なので全然違うんでやってきます。で、こっちのセルボタン、こっちのセットボタン、これを両方いっぺんに、押します。こっちがセルボタン、こっちが、セットボタンで、このセルとセットをこの両方いっぺんに押すと、ここが点滅します。で、これを、このセルボタンをこの状態で押すと、このように時間が進みます。今の時間が、よいしょ、17時42分なので、これが5時ですね。これが5時、これでポチポチ押して、これで5時で決まったら、今度こっち、これでセルボタンを押すと、今度こっちのフンの方が点滅するので、点滅したらこのセルボタンのこの左側のボタンをこのようにして合わせれば大丈夫ですね。で、今17時42分なので、48秒、49、50、まあ10秒ぐらい違ってもいいんで、ここでセットをこのように押すと、5時43分このようにセットできます。で、そんなにこれ難しくないので、もしね、時計が狂っちゃった人なんかがいたら、グロムはこのように簡単に時計直せるんで、この動画を参考にして、直してみてはどうでしょうか。では、これで動画を終わります。じゃあねー、バイバーイ。